はいどうもパチオです。今日は雨降ってますね。今ねジャンパー着てるんですけど、これびしょびしょですけど、中の方はね全然濡れてないんで、ご安心ください。これで風邪ひいたりということはまあ一切ないと思いますんで、今日の話なんですけど、まあその前にね、僕ここに来るときにね、引っ越し作業をしてる、引っ越し屋さんをね見かけたんですよ。引っ越し行く側ですね。これでね今日で3日連続ぐらい見たんですけど、引っ越し屋さんってやっぱこの時期ものすごい忙しいはずなんですよ。今から引っ越したいんだけどって電話かけても今受け付けてませんっていう風になるのが当たり前だと思うんですよね。まあそれで受け付けられるっていうことはよっぽどなんか問題があるのか、で広告がちょっとまずいのかっていう感じだと思うんですけどね。サンタクロースがクリスマスに忙しいのよと同じぐらい忙しいと思うんで、まあ今ね多分値上がり料金にはなってると思うんだけどね、正直ねもっと値上げしてもいいんじゃねえのぐらいのそんな風には思いますけどね。まあ使う人からすりゃ不便ですけど、それが資本主義だろっていう気がしますけどね。はい、今回の話なんですけどね、皆さん名前変えたことあります？僕はね SNS 上ではねちょいちょい名前変えてるんですけど、まあ、このパチオっていう名前はね、昔からのあだ名なんで、変わりがないんですけど、本名とか、まあ、世の中の出てる名前を改名するって、まあ、芸名とかもね、改名する人いるじゃないですか。ヘズマリュウさんがね、なんか改名考えてるみたいなことをね、昨日だったかな、一昨日だったかな、ポストして、それがね、ヤフーニュースになってたのをね、僕も見て、まあ、それに対する反響もいろいろあったみたいなんですけど、まあ僕の考え方をね、ちょっと、喋っていこうかなと思います。僕はね、改名って、そんなに意味がないものだと思っていて、僕ぐらい、無名な人間だったらね、あれなんですけど、例えばヘズマリュウさんは一応全国ニュースになったような、悪名の方を轟かせていたタイプの人じゃないですか。ということでね、まあそういう人がね、今石川県でボランティアの活動をしてるらしく、それでね、いいことをしたみたいな感じにはなってるけど、それでもね昔の悪名が消えるわけではないんですよね。まあ例えばね全国的に有名になった犯罪者の方がね名前を変えてもおそらくね、悪い方のイメージがついちゃってると思うんですよね。あとそうだな、芸能人とかでも何か不祥事をして名前変えましたって言っても元なんとかのっていう話になると思うんですよね。まあ芸能人そうだよね、モンキッキーって言ったけど、あれ僕の中ではやっぱりお猿だし、相方コアラだしね、クリームシチューって言ったらね、僕らの中ではカイジャリ水魚だし、江頭2時50分あれ男同士の江頭じゃないのっていう話になるじゃないですか。まあ江頭は別に芸名変わってないですけどねやっぱグループ名とか出てきちゃうわけですよ。まあジャニーズのタレントとかもね、個人名で出てきてたとしても、あ、キムタク、あ、スマップのやかとかね、まあキムタクの方はね、キムタクのネームバリューもすごいですから、まあそこまで悪影響は出ないですけど、まあだけどね、例えばスマップで不祥事があったりうんとすると、まああったか昔草薙くんのあれとかというイメージとかってやっぱついて回るやないですか。まあね、お薬やって捕まりましたみたいな大物アーティストとかも結構いっぱいいると思いますけど、まあ名前を変えたところでその過去の功績、その古い名前で、得られた功績とかっていうものがあっちゃいますから、やっぱどうしたってね、昔の名前というのが残ってしまうんですよね。僕もね、まあ YouTube 界ではすごく無名な存在ではありますけど、まあ過去にね仕事とかでおそらく数千とかもっと多くの
人とね、あの仕事で関わり合いになってるんで、だから工場とかで働いてるとさ、年間に、2、30人と喋りゃ OK みたいな、もっと少なくていいよっていうタイプの人もいるでしょうけど、現場仕事で10年働くとね、すっごいたくさんの人と、関わり合いになるんですよ。ということでね、僕、まあ、その中でもね、顔も声も、キャラクターも、割と特徴的な人間ではあるんで、顔と名前が一致する人はそんなにいないかもしれないけど、まあ、ひょっとしたらね、結構一致する人がいるのかもしれないなって、まあ、さ、仕事ができることで有名というわけではないんですけど、ということをね、ちょっと思ってしまいました。まあ、その人たちがね、YouTube を見て、おっ、パチオって何々さんじゃねえのみたいな感じになるのをね、ちょっと僕は楽しみにしてる部分があります。まあ、特にね、僕、昔ね、地元の動画とかを撮ってたんですけど、あれなんかもね、一緒で、やっぱ、その動画を撮った目的として、昔ね、僕のことを知ってた人間に、僕のことを知ってもらいたいな、みたいな思いもあって撮ったというのもあるんですよ。もうね、やっぱ地元の人間とも全く会ってないですし。まあ、その結果ね、まあ、同級生らしき人数人とね、がコメントで来てくれたりとか、まあ、先輩とか後輩とかがね、コメントで来てくれたりすることはあったりするんですけどね。ということでね、まあ、その人たちがね、僕のことを、元お友達だった何々と認識してるかしてないかという話になると、やっぱり認識してるんですよね。で、してない子もいるんですけど、ああ、いかん。ちょっとね、手が疲れてきた。傘持ってっていう話になるとちょっと大変なんだけど。で、やっぱね、そのヘズマ流ぐらい有名な人になると、なかなかその解明したところで、まあ今までのことはなかったことだぞ、オラみたいな話にはならないわけですよね。あとそうだな、去年ぐらいにね、私人逮捕で捕まってたけど、煉獄さんの、コスプレしてたあの人、名前なんだったっけとかさ、あと、ガーシーとかなんか国会議員とかになっちゃったからさ、まあ、名前変えてももう、影響力不可能、いや、それは全く出てない人間だったらありなんですよ。だけど、なんかこの世界ではちょっと有名ですみたいな人間が、生まれ変わって他の世界で出てきましたみたいなことになったとしても、やっぱどうしてもね、過去にやった悪いことっていうのは、どうしても人の最初の印象じゃないですか。過去ものすごいいい人だったっていう話になって、その悪名で書き換えられることってのもあると思うんですよね。大谷翔平の通訳の、一平さんとかはね、すごいいい人イメージだったけど、今ね、ものすごい悪い人に絶賛書き換えられ中じゃないですか。そういう人もまあいるにはいるんだけど、やっぱりその最初の印象って大事で、やっぱ解明したところでこれはどうしようもならねえんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ、というのをね、なんで思ったかっていうとね、昨日 YouTube でね、僕ゲームの大会見てたんですよ。で、そしたら、ゲームの大会、いろんなね、ストリーマーさんとかが、大会に出場してたんですけど、その中にね、元、なんとかなんとかっていうゲームのプロのなんとかさんみたいな、ストリーマーさんがね、ちょいちょい出てくるわけですよ。そのゲームのプロゲーマーではないけど、他の界隈では有名ですよっていうゲーマーが出ると、やっぱ盛り上がるんですよ。その世界ではカリスマだったわけだから。で、僕もね、あんまり知らない、ね、他のゲームは知らない感じなんですけど、でもやっぱその世界的に有名な選手だったりとか、日本トップの選手だったりすると、名前知ってたりして、おー、なんとかかんとかの何々だーみたいな感じで盛り上がったりするんですけど、やっぱその時に、そっちの世界で、何かやらかした、不祥事みたいなのを持ち込む人間ってのが出てきて、コメント欄とかがちょっと荒れたりとか、そういうこともね、してたんですよ。やっぱね、その、生まれ変わった、まあ、その人たちは名前変えてるわけじゃないんですけど、だけど、何年前の話やねんみたいなやつを、やっぱ持ってかれるわけ、持ってこられるわけですよ。やっぱその、悪い
イメージがついちゃうと、いくら今頑張ってたとしたって、それをいつまでもネチ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 言ってくる人間はいるわけですし、まあ、僕みたいな人間でも何かね、ちょっと悪いこと言われる人間は言ってくる人はいる。まあ、僕はね、それは当たり前のことだと思ってる。まあ、いつも言ってんですけどね、僕に考えが、すべて合うっていう人がいたら、詐欺に引っかからないように注意した方がいい。そういうふうに思っていてね、まあね、僕のことを好きな人がいれば、それと同じ数嫌いな人がいるのもいて当たり前で、で、なんなら、まあ、興味のないっていう人間がほとんどだし、知らないっていう人間がほとんどなんだけど、今後ね、何か有名になったりすればするほど、そういうこと言ってくる人間は増えるよっていうのは当たり前だよっていう話なんだよね。だからね、今、実は、今週ぐらいは再生回数がすごい伸びてる状態で、ちょっと前に出した動画とかの再生回数がすごい伸びてるから、まあ、最近の動画、ここ3日ぐらいとか再生回数100超えてないのに、なんか再生回数見るとすげえ多いから、おーとか思ったりするんだけど、やっぱその中でね、おい、ただの悪口みたいなコメントをしてくる人間もいるんですよ。まあ、だけどね、僕はそれは仕方がないと思っていて、むしろね、普通知らないじゃないですか。僕のことなんか知るわけないんですよ。他で何か有名だったりしたわけでもあんまりなく、というところがあり、僕のことをね、知ってる人間が、他の世界から来るわけがない。ということは、なんか奇跡的な偶然が重なって僕のことを知ることができたんですよね。で、その人がコメントまで残してくれるって、なんてありがたいことだろうっていう。もう僕はね、感謝しかないんですけど、やっぱこういうのがね、認められない。なんか悪いこと言われるの嫌だっていうタイプの人もいるからね、やっぱこうやって名前変えようみたいな話になっちゃうわけで。受け入れましょうよ。好きも嫌いも全部あって自分なんですよ。全部好きしか認めないとか、全部賛成しか認めないみたいなのはね、言っちゃえばガキみたいな主張なんですよね。そういう世界じゃないって、もう何年か生きてたらわかるだろうって。はい、そう、ということでね、ちょっとヘズマリュウの話から脱線していきましたけどね、悪名ってなかなかそげないよねっていう話でした。はい、終わりにします。以上、パチオでした。バイバイ。